まあ、このように不安の中にもどう期待を見出していくのかというのがこの2024年になりそうですね。今日はカレンダーをもとにこの2024年どんなことが起こりそうなのかというお話をしてまいります。今年は辰年飛びますせ2024年大予想とタイトルをつけてみました。さてまずカレンダーを見ていきましょうか。早速新NISA制度とかね、金融面での新しいシステムもスタートしましたし、トキエアの就航も待っています。楽しみなのがこの春の丸山動物園オランウータン館ね、どんな生態が見られるのか、そしてエスコンフィールドが開業1年を迎えるんですね。早いですね。はい、ファイターズの公式戦開幕、ホームゲームは4月に入ってからということになります。2024年問題も控えていますね。そして新札が発行されますけれども、1万円札は誰だか分かりますね。1万円札はこの渋沢栄一さんですね。ですよね。はい、さあそして夏にはこれは本当楽しみですよね。今回は舞台はパリになります。オリンピックパラリンピックが行われます。秋にはマイナンバーカードの健康保険証との一体化、政治の面でもどういうふうに起こるのかね、ちょっと今年の後半はまだまだ先が読めないような状況となっております。さてそんな中でこの2024年問題というのは一番今年ね大きな課題になるんじゃないかと思いますね。まあ、そのやっぱりそのドライバーさん不足とかって、その物流の問題ですよね。数年前からずっと言われてきたものですか。はい、いよいよ来るんだなという、いよいよということになりますね。はい、特にその働き方改革というのがベースにあるんですけれども、まあこれまで非常に負担が大きかったと言われていましたドライバーの時間外労働時間に制限がかかります。これによって一人当たりの走行距離が減るために長距離でのものが運べなくなる。この影響でドライバーの人数自体が不足してしまうので、トラックだけではなくさまざまなところに影響が出るんじゃないか。だからそのなんていうんでしょうね、そのどれほどの実生活に影響があるのかっていうのはまだちょっとこう実感として湧かないので、はい、逆にすごい不安ですよね。そうですね。ひょっとすると4月以降にこれまで通り物が届かないなんていうことがあるかもしれませんね。さあその一方で何といっても楽しみなのが夏のオリンピックパラリンピックということになります。はい、今回も北海道関連ドサンコ選手の活躍が期待されますが、何といってもまずはねこの人じゃないかと思いますよ。はいはい、東京オリンピックの前はオリンピックだからといって特別な試合だと思わずにオリンピックに臨もうっていうふうに思ってたんですけど、それが甘いなっていう風に東京オリンピックに出て感じた。決勝の舞台でに立てたからこそ、その決勝の舞台に来た他の国の選手たちの意気込みだったり、なんか気迫だったり、そういうものを近くで感じることができて、その時自分はちょっとまだ早かったなっていう風に思いました。迎える2度目の夢舞台、万全の体制で目指すは金メダルです。世界陸上で金メダル取ることができたので、あとオリンピックでも金メダル取りたいなって気持ちはすごく強いです。自分が自分で歴史を作るっていうふうに決めて臨みたいなって思います。はい、去年ねドサンコワイドにも出演してもらいました。本当明るくってね。そうなんですよね。で、まあ、前回 の, そのオリンピックの時はちょっと不合意な部分もあったかもしれませんけども、うん、今のところもう実力的には世界ナンバーワンの方ですからね。でも金メダルも、あの笑顔みたいですね。また、その他にも現時点で内定しているのが柔道の永山選手ですけれども、その他にもねこれから夏本番に向けてどんどん内定が出てくるかと思いますが、北海道関連ドサンコ選手ももうたくさん楽しみな選手いっぱいいますよね。東京でメダルを取った選手、それからパラリンピックも小野千佳子選手、車椅子ラグビーの池崎選手と、まあ、ここにも乗せきれないぐらい本当たくさんいるんですけれどもね、はい、ぜひドサンコ選手のオリンピックパラリンピックでの活躍期待したいと思います。さて一方でですね、楽しみなことがどうやら今年起こりそうなんです。時代が新しく変わりそうな、それがこちら北海道から宇宙へということで、誰でも福永さんでも村雨さんでも私でも宇宙に行ける時代がいよいよ始まるんですよ。腰痛持っても大丈夫なんですか。大丈夫です。大丈夫です。はい、取材してきました。こちらですね、なんかこの向こうに宇宙が待っていました。こんにちは。こんにちは、 STV の宮永です。よろしくお願いいたします。
やってきたのは江別市に本社を置く岩屋技研です。なんとこちらはガス気球を使用した宇宙の遊覧を研究している会社なんですね。代表の岩屋圭介さんに早速夢の宇宙への旅について伺いました。どんな計画なんでしょうか。これが気球に吊るして人が乗っていく、まあ、キャビンというか、まあ、油圧された生命された空間ですね。うわかっこいいですね。ありがとうございます。なんか本当にあの SF 映画に出てくるようなそんなデザインですね。ありがとうございます。まあフィクションではなく現実ですね。岩屋さんが見せてくれたのは宇宙遊覧で実際に使用する2人乗りキャビン T10 イーサーです。宇宙遊覧ではこのキャビンに乗って気球にぶら下がって上空30キロの成層圏へと向かうわけなんですね。無重力体験ではないんですが特別な訓練や年齢制限などもありません。誰でも気軽に宇宙のこういった景色を楽しめるということなんです。訓練しなくていいっていうのはいいですね。そうなんですよ。今回特別にこのキャビンへ乗らせてもらいました。なんか中に入ると意外とこうゆったりとした雰囲気ですね。すごく圧迫感あるのかなと思ったらそんな感じでもないですね。まあ、横幅は車と同じくらいあるので、まあ、自動車乗った時にそんなに狭く感じないのと同様ですね。どうでしょう、かっこいいでしょう。もうまさに SF 映画に出てくる操縦席のようでしたよ。すごい、乗ってみたい。おいくらでしたっけ。今回ですね、2400万円で募集しました。2400万。まあそれでも行ってみたいっていう方がたくさんいらっしゃるわけですもんね、はい、なかなかちょっと私2400万円すぐにっていうわけにはいかないんですけど。そうですか。これどうなんですか。もう将来はそうでしょう。だんだんこう安くはなっていくんですか。そうですね、そうしていきたいですね。そうすると本当にあの一般の方も宇宙に行こう、ちょっと宇宙を見に行かないみたいな、そんな世界になってくるんですね。そうしたいですよね。はい、週末のデートに宇宙へ、いかがですか。福永さん、まあ、だから攻めで、そうですね、あの札幌東京間ぐらいの航空券代ぐらいの値段に下がってきたらちょっと考えてもいいかなみたいなね。まあ、だからさすがにそこまではなんですが、今後ね、ちょっと中長期的な計画の中では今後10年で10分の1の値段を目指しているということは240万円で宇宙を見に行ける。こう考えるとどうでしょうかね。こう一生に一度の思い出ということで考えるともう一声言ってほしいです。ね、下から上がっていってその宇宙を望んで降りてくるまでが4時間ということです。もう今年の夏頃に商用化開始します。さらには25年の夏頃にもツアーとして開始ですので、本当に、ね、行きたいという皆さんはね、ちょっと頑張れば行けるようなそんな時代が2024年から始まるということなんですね。まあ、このように宇宙のへの開発というのは今年を契機にどんどん進んでいきます。でこれはね、最終的にはいろんな技術がそこで開発されるので、防災であったりとか減災にもつながるということなんですよね。はい、本当にもう何十時間もこの肉体的な訓練を積んでとかっていうのがないっていうのは大きいですよね。そうです、北海道から、はい、宇宙が身近になりますね。さあ続いてはこちらでございます。毎年お送りしておりますけれども、今年はこれが流行るというトレンドでございます、ね、当たったことありましたっけ。当たってんじゃないかな。どうかな。今年はこれ、ハンガリー発祥の〇〇なんでしょうか。砂糖やココナッツなどが散りばめられた表面に真ん中がすっぽりと開いたフォルム、渦を巻いた長い形、これは一体何。2024年のトレンドを追いかけやってきたのは札幌市中央区のお店。ここに今年流行るかもしれないある食べ物があるんですね。何やら伸ばしていますが、注文をすると厨房にあった長い棒にこの生地をくるくると巻き始めました。その後専用の焼き台で回しながら焼くことおよそ10分。出来上がりです。はい、こちらが2024年に来ると注目されているハンガリー発祥の伝統的な焼き菓子クルトシュというものです。
これはハンガリー語で煙突という意味なんですね。ヨーロッパでは露店などで気軽にこんな風に売られていまして、もう庶民の食べ物で、これが韓国にやってきまして、韓国ではチムニーパンと呼ばれ人気、それが東京で広まったということです。新食感、新しい、珍しいというところで魅力を感じていただいて、一度食べて美味しいと思っていただいて何度も来ていただく方が多いです。お店ではシンプルなクルトシュ以外にもソフトクリームなどを中に入れた甘くて冷たいものや、ピリ辛なキーマカレーと甘い生地がマッチしたお惣菜系など、さまざまなメニューがあります。どんな味なんでしょうか。いただいてみました。ハンガリー語で煙突というそうなんですけれども、確かにこんな風に空洞になってますね。いただきます。パンというよりもパイみたいな感じですね。表面ちょっと甘く砂糖が振ってあって、ちぎってねちょっとずつ食べるっていう食べ方の面白さもありますね。あ、これは結構ハマりそう。2024年流行るかもしれません。はい、ね、私もあの副散歩の時食べたんですけど、うん、はい、その時言ったのがクルトシュの時代がクルトシュっていうね。だからダメだったんですよ。ダメじゃない、これからでしょ。これからこれからでしょ。今年こそクルトシュになると思いますんでね。行く年クルトシュですか。はい、はい、ということで、皆さんも今あの今日からお店の方はね営業しているということで、ぜひ、さて始まりました2024年ですけれども、新年早々本当にあの逆にこう想定外というか予想外のことがね起きました。まあこういった年にはそういったできたことにどう対応していくのかということがきっと大事になってくる、そんな1年になりそうですね。